Hey!
とうとうここまで来たね、エイリア。君には昔から勝てなかった。君が常にトップだった。いいえ、あなたの方が何もかも上だったわ。私はただ課題をこなしていただけ。あなたは課題を守らなかった。たったそれだけのことなのよ。どんなに高い能力があっても正しく使われなかったら意味がない。お前とエイリアの差はそこにあるはずだ。大体レプリロイドだけの国家なんてできやしない。人間もレプリロイドも共に不完全な存在。お互い助け合っていかないとダメなんだ。そんなことはお前が一番よくわかっているはずだ。このボロボロの地球を救えるのは誰だ。人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、X 君。X、 気にするな。大丈夫だよ、シグナス。レプリロイドが不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから僕の実力も正しく評価されなかった。しかしそれだけの自信が持てるものを作り出せたんだ。そう、一ついいことを教えてあげるよ。さすがに僕の実力だけではここまで来れなかった。でもこれを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと思う？ただのガラクタだと思ったよ、初めは。ゼロのかけらだよ。ゼロの DNA を手に入れることができたんだ。聖地に踏み込んだような気分だった。素晴らしかったよ、ゼロの DNA は。ハイマックスも、ナイトメアウイルスも、いとも簡単に作り出すことができた。正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし、上には上がいるもんだね。ここまでたどり着くのだからね。お前にはわからないのか。確かにゼロの DNA データは強大な力を持っているかもしれない。でも使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友ゼロの DNA を利用して残り少ないレプリロイドたちを苦しめた。お前の罪を絶対に許さない。望むところ、君を倒さない限り僕の理想国家はありえない。来い、X。